学校法人東京女子医科大学、東京女子医科大学東京女子医科大学は、東京都新宿区川田町8番1号に本部を置く、日本の私立大学である。1950年に設置された、大学の略称は、女子大、女子、つむ。吉岡弥生女性医師、吉岡弥生が1900年に創設した、東京女医学校を前身とし、 世界的にも珍しい女子大学としての医科大学となっている。吉岡の母校の五木生学者が当時、女性を入れると風紀が乱れると、女子学生の入学を拒否し始めたことに反発した、形で設立した。付属機関として、東京女子医科大学病院のほか、ガンセンター、先端生命医科学センターなどがある。早稲田大学との間で、移行連携における協定を締結し、 共同研究施設や、共同専攻大学院などを開設している。1930年に竣工した東京女子医科、大学病院1号棟、掛川キャンパス航空写真川田町キャンパスに、設置されていた、旧附属高原病流町通風センター、川田町キャンパスの弥生記念行動と東京女子医科、大学病院糖尿病センター、川田町キャンパスの東京女子医科大学、 早稲田大学連携センター生命医科学研究教育施設21世紀 COE プログラムグローバル COE プログラム川田町キャンパス掛川キャンパス大東キャンパスとして看護学部一年時で使用されていたが2020年4月より生涯健康総合支援センターが設置となり一部の授業で使用する予定のキャンパスになったありがとうございます